脱酸素剤は密閉容器の中を脱酸素状態にする薬剤である。鉄の酸化を利用して酸素を吸収するタイプが主流であるが、糖やレダクトンなどの酸化反応を利用した有機系のものも一部で使用されている。酸化を防ぐことにより、カビ、害虫、油脂の変質などを防止することができ、食品包装で広く利用されている。封入されている。 食製品の開封後は空気に触れることにより化学反応が発生し若干発熱をする。その後、脱酸素材としての長期にわたる保存効果はなくなる。酸素を取り除く速度は鉄系の方が早く有機系の方が遅い。また、有機系は二酸化炭素を発生するものがある。なお、この種類の薬剤は使い方によっては発火する恐れもある危険な薬品でもある。 なお、放送用の脱酸素材は、すべての製品の放送に、食べられませんと、電子レンジ負荷との注意書き、特に、食品製品には必ず電子レンジ負荷が掲載される、が、よく記載されている。1925年に、欧米で鉄粉を利用した、脱酸素材が開発された。1960年には、米、アメリカンキャン社により、 放送内の空気を窒素で置換し、残存した酸素を食品中のグルコースとグルコースオキシダーゼの反応により除去する技術が実用化された。日本では1973年頃にハイドロサルファイトを用いた脱酸素材が開発されたが、この製品は食品への臭い移りと人体への有害性、さらに脱酸素効果の持続性に乏しいため実用化はされなかった。 1977年頃に鉄系の脱酸素材、エージレスが三菱ガス化学によって商品化されたが、食品への応用は同社と産前生化の共同研究によりなされた。両社の3年に及ぶ研究により、臭いなどを吸着する消臭剤として活性炭を加えた脱酸素材が完成し、 金属探知機に検出されず、電子レンジに使用しても発火しにくいという特性も加わった。新型の脱酸素材は、過小3000の仙台メーカー萩の月に初めて同胞されたが、日持ちしない成果紙だった萩の月が保存料を使わずに賞味期限を延長し、土産品や贈答品として販路を拡大するようになると、食品と脱酸素材を同胞する方法は一般に、 広がった。脱酸素材の使用による効果には、次のようなものが挙げられる。脱酸素材の効果を持続させるためには、酸素透過性の低い包装材を使用する必要があり、一般には、ポリ塩化ビニリデンを塗布した OPP や、蛍光とナイロンなどのラミネートフィルムが使用される。AG レスは、三菱グループの三菱ガス化学株式会社が開発した。 脱酸素材で同社の登録商標。脱酸素材で圧倒的なシェアを誇っている。酸素検知材エイジレスアイで酸素のウームを目視することができる。ちなみに、三菱ガス化学による注意書きにはエイジレスが厚くなることがありますが、そのまま押してください。と、脱酸素材が封入されているパックには、使い捨て保存剤入りのパックとわかるように必ず掲載させているようである。 日本、ありがとうございます。